在東海道新幹線では会いに行こうという車内チャイムが使用されてますが、わずか4年で使用停止された幻のチャイムがあることをご存知ですか？今日の動画はそのチャイムについて触れていきましょう。1964年に開業した東海道新幹線。開業当時は鉄道商家が使用されており、1968年まで使われました。国鉄が在来線特急と同じ車内チャイムだから、夢の超特急に似合う車内チャイムにしようと考え、当時の作曲家真矢澄俊義に頼みました。そして実際に完成した車内チャイムをお聞きください。このような怖い曲調なんです。乗客も怖すぎる、いや新幹線に乗りたくないなどと不評だったのです。後につけられたあだ名は真矢澄チャイムと言われ、1972年に使用が停止されました。その後はピタリチャイムやのぞみチャイム、最近ではアムビシャスジャパンが使用されていました。一時期では四打点チャイムが使用されていたそうです。どうでしたか？動画の感想をコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。